今回動画1月の25日から物語を再開していきます。春の甲子園大会が始まるまではまだあと1ヶ月半以上あるので、その中チームを強くしていかないと。で、現状のスターティングラインナップっていうのがこのようになってます。こちら秋の地区大会でも使用したもので、一人一人の能力がもうめちゃくちゃ強くなっていってるんです。スタメンだけの選手で見たらもう名門校レベルっていうのはちょっと言い過ぎかもしれませんけど、準強豪校くらいの強さはあるんじゃない、ナチュラルな強さはね。それプラス魔物も使えるということを考えたらですね、まあ、春の甲子園大会でも結果を残し、そして夏春連覇という目標を達成してこのシリーズを終われるかもしれないし、もしかしたら春敗れてしまってこれまでの積み重ねが全部パー水の泡になってもう一回全部やり直しというパターンになるかもしれない。とにかくこれから春の戦いに備えてですね、まだ1ヶ月半以上あるのであれば選手たちを強くしていきましょう。練習試合とかもできるんで、これもちょっと積極的にやっていくわ。信頼度もね、高めておかないと。お、同じ名門と戦えるぞ。どうしようかな、なんだこれ、初めて聞くなの高校や。ちょっとここと戦ってみようかな。注目選手はこの3人、1人松野、もう1人岩井、3人目田中はこの秋のじゃない春のエースになる投手ですね。タイピンチ F をね、消していかないとこの動画でやるべきことです。まあとりあえず今日のゲームに関しては岩井、注目するのは基本ヤシで OK で、信頼度に関してももうほとんど3年じゃない2年のスターティングラインナップの選手はねマックス到達している。まあ、だからこそまだ足りてない選手の信頼度をこれから練習試合とかいろんなことをやりまくってやってやり逃げして、上げて上げて上げ逃げして強くなって春の甲子園大会に臨んでいくっていうのが一番美しい流れじゃない。相手西東京か、そうか、強豪とか名門になると別の地区のチームとの対決もできるわけなので、関東 VS 関西対決またここでも実現かい。甲子園大会の決勝もそうだったよね、夏の決勝も多いな対決する機会が。総合戦力的には相手の方が上ですよ。まあまあでも魔物使えるし、総合戦力は上ってだけですよ。スターティングラインナップに並ぶ選手たちの実力はそこまで差がないんじゃないかな。1年が弱いから、やっぱうちは相手のようにね、なんかもう1年生の段階からなんか全ての能力が B とかそんなものはおらへんからね、おらへんけども育ててきてる実績があるから、もう2点取っちゃってる。早い早い。じゃあ勝とう勝とう。やっぱナチュラルな力がもう上がってきてる、信頼度もあるし、もう負けるなんかもうあれもないわ。何もない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 。ここです。これいい意味の何もないね。山なく谷なく勝つだけ。いいですね、響きがいいわ。響きもいいし結果としてもいいし、もうプレイヤーとしても楽よね。強いチームが出来上がってる。まあ、ここに導くためにほんと長く時間をかけて、時にはやめたろか。あと俺の髪の毛も犠牲にしましたよ。やっぱこのシリーズを始めてからですね、明らかに前髪の頭皮が薄くなっていってる。やばいよ今の俺の頭皮、完全に人が見たらハゲとハゲと言われるレベルで髪が抜け落ちてるんだよな。もう外出るとき帽子かぶらないと出られないレベル、マジな話。本当にこれ深刻的な話です。嘘じゃない、ネタで言ってるんじゃないんだよ。ストレスもねちょっとやっちゃってるんだよ。まあでもそのストレスから解放された俺は多分頭皮も元通りになって、髪の毛もね頭髪も全部元通りになって、これから明るく楽しくやるんちゃうかな。やっぱ近年のピーマンチャンネルは発狂要素が多すぎた。これからもうちょっと静かに大人にやっていきましょう。まあ結果に関してはもう圧倒的に勝ってますね。何もないわ、田中も抑えてくれてる、いいですね。ただこれ田中をずっと使い続けるわけにはいかへんから、魔物使えるけどもええわええわええわ。使えば使うほどやっぱ不幸が訪れるもの、あえてここでは使わない。不幸を知りたくもないし、触りたくもないし、舐めたくもないから。あれ魔物使ってないんだけどな、何してんのオタク。あ、ほんでこれ1点取ったコールドか、そやそやそや、ならもうコールド決めていこう。あーでもやっぱ投手に出番与えたいよな。別に無理して得点取らなくてもいいから、取れるのであれば取ればええけど、取らんでもええで別に、お任せする。あらー1年の松野くんですら打つのか。これ今いるランナー帰っちゃったらコールド用、足が速いね。いやここは止まって、ここは止まれ、無理する必要ないから、やっぱ投手に経験を積ましたいんでね。田中んとこ代打行きましょう。うん、まあ代打つっても1年生しかいないんですけどね。1年生のこの代打陣に関してはもう今打力しか上げてません。本番で、まあ、代打起用で使うためにね。状態もいいし、そしてミートパワーも D というこいつ稲ですね。変な名前の稲さん。君に決めた。一応お祭り男使った、あとはお任せで。打つ？打ってコールド決める？それともピッチャーに出番を作る？どっちや？どっちでもいいけど。三振。まあええわ。で、ここで転生の高田。まあお前も自分の意思のままにバット振ればいいんちゃうかな。決めるもよし。あ、決めたね。
アイボルド名門 VS 名門の戦いはあっさりと終了して終わりましたけど、さあこれがうちの力です。見てわかるやろ、かつてのピーマン高校はもういないんです。もう春の甲子園大会制して夏春連覇で次の栄冠9が搭載されているパワプロ2020が発売されるまでこのシリーズを終わらせましょう。てか終わらせられるよ、これ7月迎える前に終わらせられるかもしれないね、今のペース考えたら。俺はそのつもりですけどね、いつまでもダラダラ長々やるものじゃないと思うので、いいですね。これで信頼度も上がって能力も上がって俺も強くなってみんな強くなって俺の神も復活して楽しくなってきた、みなぎってきた、高まってきた、広がってきた、いや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 、この調子で練習試合はもう何回やっても困るものじゃないからいっぱい来てほしいですね。名門校である以上はこのカードの数も多いので次から次へと、もう相手から読んで来てもらったって構わないんですよ、いつだってこっちはウェルカムですよ。弁当もたくさんあるしね、アイテムもたくさんあるから、あとマネージャーとかもたくさん来てくれてるんでね、人もいてアイテムもあって力もあって魔物もいて、そして俺もここにいる最強かよ、負ける気がしねえ。あとの1ヶ月、いやいやまだまだ強くできるんでね、まあ、2月というのは特にイベントはないけどね。で現在の練習指示設定はこんな感じ、投手の制球能力をね磨いてるんですけど、横溝だいぶ上がってきたな、これだけあれば確実性という部分は確かだと思う。フォアボールとかもないと思うから、やっぱこっから変化球じゃないですかね。今ね、フォークとシュートに関しては変化量4以上だから、次スローカーブの変化量も4以上を目指してみよう。あとの2人ね、田中に関してはやっぱもっとコントロールが欲しいかな、模擬に関しても確実性という意味ではもっとそこの部分を高めて欲しいから、投手に関してはこんな感じ。1年に関してはもう使う必要がないです、やっぱこの春に関してはこの3人ですね。野手に関しても1年の野手に関しては基本もう育てなくてもいいんですけどね、まあ打力を上げてます。で今これ総力が A の82、やばいな、弾道1なんやけど、どうしようかな、2で迎えた方がいいかな、2だと長打も期待できるパワーはなくてもね、打球が上がる分やっぱ右中間左中間抜けることも多くなると思うし、うん、だからここはちょっと弾道を上げていきましょう。だからまあひとまずはこんな感じで、弾道に関してはすぐ上がるものですから心配はないと思います。3はいらんかな、さすがにね、3だとちょっとね逆にっていうこともあると思うし、2がちょうどいい塩梅ちゃうかな、今のチーム状況とか考えたら、魔物を使うとかそういうことを考えたらね、上げすぎなのは良くない、だからこのまんま2で俺たち野球やる、2が俺たちの野球スタイル、1は違う、1はなさすぎ、3はありすぎ、2がちょうどいい塩梅なんよね。それにもよってね、さっき以上にもっと勝ちやすくなると思うよ。さっきただでさえあんな感じで名門を下したのに、あれ以上にいい結果を残せるピーマン高校になるの、いやいいですね。で紅白戦、いや練習試合出してほしいんだけどな、まあ、スケジュール見直したくもあるんで。おお、田中の練習効率がかなり上がった、この流れでなんかちょっと投手系の練習したら田中の能力えぐい上がりそうやね。やっぱ今水球磨いてるんで、その手の練習した方がいいんじゃないか。ちょいと待ってよ、これスケジュール見直しでで来るか、制球いやないやんけ。どうしようかな、総合練習でこのアイドルになって、田中すごく上がるんじゃない、ミート1上がった、補給1上がった、スタミナ1上がった、コントロール1上がった、あ全部1ずつね、2、3とか上げてほしかったな、すごいかなり上がってる状況なんで。でお前はどうだ、サイン会の、もうサインなんていらねえ、お前が俺に渡す立場じゃなくて俺がお前に渡す立場や、立場が違うね。サインを求められる側にピーマン高校の部員たちはもうなってるんです、監督含めね。だって3年連続の甲子園大会出場でついには夏を制したんだぜ、監督の俺の知名度も上がるわ。ただ上がれば上がるほど無能っぷりっていうのもさらけ出されるよね、過去の十数年間を見られて。今は確かに強いけどお前過去ボロックソやないか、なんやこれって、こいつのせいでお前ここまでピーマン高校は時間かかったんちゃうか、他のやつが監督だったらもっと良かったんちゃうかなんてね。いやいや、あの時間があったから今があるんですよね、勘違いしてほしくない。物事というのは最短ルートで行くと深みがない、これ一郎言ってまして、遠回りして見つける道、そして答えに意味があるとね、一郎はそういう生き方をしてきて日本中や世界中に感動を届け、いろいろとね届けたわけじゃないですか。だからその一郎の言う通り、俺もねだいぶ遠回りはしました、回りすぎだったかな、あっち行ってこっち行って一回戻ったこともあったけど基本戻ってましたけど、一歩進んで三歩下がってたけど、まあでも今ここにあるってことはその積み重ねも良かったということですよ。まあ見てる視聴者からしたらたまったもんじゃないと思うけどね、長くなりすぎだよっていう。でこれ OB 選手になって赤徳消してもらわないと、今現在赤徳持ちっていうのがもうあの田中のタイピンチしか持ってないわけなんで、いやいやもうどうでもええよお前の苦労話とか、テンション上がるって、別に今うちテンション最高潮なんでね、
あげてもらわなくても結構結構コケコッコなんですけど、ちょっと勘弁して。大会までには絶対タイピンチ F 消すつもりだから。俺はもっと来いよ OB、 確実に消せよ。なんかようわからん1年の赤徳は消すくせにね。前回の動画一番消してほしい田中のタイピンチは消さへんの。そこだけ避けて通る野郎がたくさんいるというね。やめろそれ、俺が最も嫌うやり方をすんじゃねえ。一番消してほしいやつの特殊能力を消してくれたらいいんで、それが一番だよ。勉強しとけよお前、こんなとこで練習効率下げんな。どうせ試合には出ない1年だからどうでもええけどな。で、卒業式が見えてますね。ピーマン高校を今現在この立場にまあ迎え入れてくれたのはもうこの卒業していく3年生ですからね。巣立っていくことは悲しいけど、先輩たちの意思を受け継いでこれからの春の戦いをプレイしていくわけなので、まあ、まずはその卒業生たちをねこの卒業式で見送っていきましょう。3月別れの季節と同時に最後の戦いの季節突入ですね。まあ、ノール君に関してはもう1ヶ月半程度じゃやっぱそこまで上がってない。弾道に関しては上がったかな。うん、全体的になってるので、これだとより良い野球がもっとできるようになるでしょうね。今日は卒業式だ。見送っていきましょう。卒業生一同、2006年度、増田、ありがとう。二度目の増田でしたけどね。一度目の増田は大事なところで打たれたけど、お前は最後まで違かった。一度目にない輝きを最後までしてくれた。感謝です。プロに行っても頑張れ。ちなみに阪神タイガース、なんか対戦しなさそうな感じで。三村、こいつも良かったですね。これは野手の選手ですよ。いい活躍をしてくれた。そして天才キャッチャー並木、こいつのおかげもあったな。ありがとう。お前もすごい、みんなすげえよ。他のやつも全世代プロ野球選手になってもいいと思うんだけどね。全選手ね。まあでもこれシステムによってね、慣れる数っていうのがどうやら決まってるらしいので、それもあってか5人でしたけどね。まあこれからこの5人はプロの舞台でも活躍したりしなかったり、それはようわからん。その後のことは知らん。これが能力ですね。一人一人見ていきましょう。増田やばいでしょ。本家を軽く超えてのこれ、栄冠ナイン史上一番の投手が出来上がったかもしれない。俺の栄冠ナイン史上ね、ステータス600超えの選手は作ったことはないですけどね、なかなか。まあでも作ることができました。まあこんな投手であればそらね、そら夏甲子園制覇できるわっちゅう話やわな。ほんでこれがいて、この選手もいて、リードオフマンとして最高の活躍をしてくれた。そして並木というこのキャッチャーもいて、やべえなこれもね。まあ天才に何にふさわしい能力に最終的にできたんじゃないかな。これも初めてですね、全ての能力をオール A 以上したのは。でこの宮原パワー S の100に対して打った本塁打はたったの5本と少なすぎるような気がするが、まあこの選手の活躍も大きかった。で最後志賀ですね。もう強いでしょ、みんな強いでしょ。だからああいう結果が出たんですよね。巣立っていくのは残念ではあるけども、お前たちの意思を受け継いだ後輩たち、あと俺もここにいる。だから今からその後輩たちと俺と共にみんなで頑張っていくんです。おそらくもうそろそろ春の甲子園大会の組み合わせ抽選会が行われるはずなんで、まあひとまず日程を進めていきましょう。これ OB ね、これ最後の機会よ。大会前に消すためには頼む。もうタイピンチの本とか持ってないから消してくれ。お前に消してもらって大会迎えるわ。じゃないとやっぱ全国の舞台穴赤とか持ってると何が起こるか分かんないんだから。臨時コーチこのパターンは、いや違う、数日間の予定変更だ。お前特訓パネル消してやがんじゃねえかよこの野郎。なんで余計なことすんの。普通にあの特訓してくれて赤と消してくれたらええんちゃうの。なんでそれを避けて通るん。その上この特訓パネル消しやがってね、もう最悪やんけ。結局消せずに春の甲子園大会の組み合わせ抽選会が行われた。来るべき甲子園大会に向けみんな必死練習に励んでいるが、赤徳は消えてないじゃないか。その必死さがないとダメやろ。初戦の相手は鳥取県代表か。初めて戦うことになるね。鳥取前評判はディート強くはないっす。だから勝てるかと言ったらそうでもないっす。ほんと全国の舞台はいいも悪いも何が起こるか分かんない。前年はいい方向に風が吹いてくれて夏の甲子園大会を制覇した。しかしこの春はどうだろうね。春の甲子園大会に出場するのは通算2度目。1度目どこで負けたんだっけ。なんか初戦で負けた記憶あるんだけどな。過去の戦いを振り返るとやっぱり初戦で負けとるわ。初の春の甲子園大会、この時は1人目の増田がいたんですよ。最初のね、まあ1点制目といいましょうかね。その増田のせいで負けた記憶があったけどね。あ、で甲子園大会出場のお祝い、なに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 、はぁ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 、もうちょっとで、ね、これはね、あの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 ね、もうなぁ、あー、もうやめた。おむすび2個、もうやめた。考えるのやめた。どういう意図があって2個なのかわからん。
せめて部員の数だけ送ってくるのであれば分からん。いや分かんねえわ。それでもね、2個はどういうこと。もうやめた、うん、これね、深く考えれば考えるほどそこに飲み込まれて戦いに集中できなくなって負けという2文字が浮かび上がってくるんで、もうみんなも考えないで、ツッコミどころ満載なご褒美ですけどね。気にすんな気にすんな。それよりもこれから始まる初戦の戦いに注目してくれ。前の戦いのように初戦で負けたら本当にこれまでの積み重ねがパーになる。結果残せればこれが最後の戦い、ピーマン高校のね、ということになるんですけど、結果残せず初戦で負けたらまた全部やり直し。今ゴール手前、まあ 80% のとこまで来てると言ってもいいでしょう、シリーズの目標達成までね。でも負けたらこれがまたゼロ戻るから絶対あかんよ。絶対まずほんと初戦は勝ちましょう。いや初戦だけじゃないよ、その後負けたら意味がないんだからね。まあいいや、とりあえず今日の初戦の注目選手は2年のこの大津。いやどうしようかな、この点の選手に関しては任してても打つから、それよりもね、どっちにしよう、こっちかな、小出外野手。この選手今6番を出してるんですけど、今日注目選手ということもあるんで5番ですね。まあ注目選手ということもあるので、今日に関してはちょっと上位で使ってみようかな、2番あたりで。いやなんなら1番起用で使ったって全然いいと思うんで、うん、今日はこんな感じの起用法でいきたいと思います。そしてやっぱりこの田中の赤徳消せなかったことはちょっとこの戦いに響いてきそうなんですけど、たださっき名門相手にね、練習試合であれだけ完璧に抑えてくれたのであれば、2度続けていけるか、またこのチームを抑えれるかという保証も、また確実性もそれあるわけではないけど、確率としてはそれなりに高いと思うんで、ま、頑張って。あ、で魔物も使えるから、おそらくね、甲子園の魔物も使えるんで心配なんてない。心配しすぎるのは良くない。心配しすぎると悪い結果が生まれる。いつも通り王者は王者としてどんと構えてればいい。俺は夏を制したチームを作った監督だ。監督がこんな弱気な姿勢でどうすんねんっていうね、それは選手にも伝わるから。俺たちは王者で勝つチーム、ビビることなんてないさ。うん、まあラッキーボーイなのは残念ですけど、気にすんな気にすんな。お前たちはナチュラルな力だけで勝てるチームや。おお、いきなり打ってヒットになって、この後1点入るんでしょ。わかるわかる、全部透けて見えた。 C3 ラブラブって感じ。ほらほらほら、1点取っちゃった。本当に1点だけとは思わへんかったけどね。2点3点取ってくれるだろうと内心思ってたんやけど、いいんですいいんですいいんです。この後の結果も僕にはもうシースルーラブで見えてます、透けて見えてます。あそこもここも、え、そこまでっていう部分もね、見えていいの、販売していいのっていう、そんなところまで深く見えてる。全部が見えてますね今の俺に。だから何の心配もやっぱないですよ。これ手後の状況なんでね、ちょっと大きな結果を出してくれてもいいんやけど、まあホームランに関しては打てるような能力をしてないかな、この辺は。難しいでしょうね。まあでもでもでも、繋いでくれたらちょっと1点が続きすぎてるな。相手が高校である以上はね、ちょっとこの1点というのは不吉で怖くて不気味で、ちょっと、心配になってくるんでね、また心配になってくる。もう心配性な男やからどうしてもね。それを解消するためにもっと繋いで打って、2点あればこの心配が軽減される、3点ともなればもっともっと軽減されていく。俺を安心させてくれ。ナイス、いいぞ。この状況何をする、送りバントじゃないスクイズ。田中魔物持ってる、あーラッキーボーイか。まあええよ、ここは1球待ってね。これもセオリー通り、まずマニュアル通り確実に1球待って、その後のコツンと決める送りバント、スクイズは確実に決まるやつ。コツン、はい決まった、オッケー、完璧、キキー。2点目ゲットだぜ。ただ試合はまだ続いていくし、まだわかんねえ。高田この辺は打ち気じゃないし、1年やから、で強気でちょっともう熱血早くも使ってね、打ってみようよ。先練習試合でサヨナラを決めたバッターや。ほんで打っとるしね、3割1分8人。この辺は転生かな、さすが能力に対してよく打ってくれてる。1人目の高田もよく打ってたんよね。なんか能力に対してよく打つな、この高田ともきすごくいいイメージがある。リアルな高田くんまで応援したくなる、いい印象、好印象。過大評価してしまうよね、俺のこのシリーズでこれだけ打ってくれてるから。リアルな高田もこれくらい打ってるんだろうって思って、ウィキペディアで数字見たらひどいですよ見るものじゃないですよ、うん、ここだけ見てください。ここの高田智樹だけ感じてください。リアルな高田は見なくていいというか、感じなくてもいいかな。おー、でいいですね。田中ピンチがね、ピンチがね、山もね、谷もね、やっぱそのまんま勝つのかな。それが一番いいって言ったよね。ここちょっと甲斐の頭小出で出塁したいな。流し打ちミート対応、もうこれテンプレやね。信頼度もある、能力もある、で足も速い。こっち方面打っときゃもう勝手にヒット打ってくれる。すごい勝手な、勝手で便利なシステム、いいっすね。さあ4球目、
いやいやいや、その空振りや、未来を感じる空振りや。どんな空振りやね。俺は感じてるんですよ、勝手に。あら、三振か。でもまだピンチな。いや、ほんと田中できすぎなくらいいいね。こんないいピッチングするとは思わなかったけどね。ちょっと逆に怖いんだよな。秋の大会、地区大会、そして春の甲子園大会のここに至るまで、やっぱ能力に対してできすぎてる部分はある。それは特殊能力とか能力も上げてるからといえばそうなのかもしれないけどですけども、いや、でもそれでもピンチっていうのは必ず来るものだし、増田のあの能力ですらめちゃくちゃ来てたんやからね。夏の予選から増田があんだけ捕まって田中が抑えれるっていうのは不気味でしょう。怖いんだな。で、ママの持ちな選手がいない。誰かいてくれないの。でもまだ2点差だし、相手裏だし、不気味さはね、いろんな部分に見え隠れしてるんで。軽減はされたけどね、1点取った時よりか2点目の今は。いや、それでもちょっとまだ怖い。だからもっと取っていこう。よし、帰れ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 。よーし、ナイス。足がある、大セーフや。パワーがあるの、そんなものはいらない。このシリーズではパワーは何の意味もない、価値もない。総力が大正義なゲームだね。総力とあと魔物が。そこだけやればいい。それ以外鍛える必要ない。日本がまたなんか日本らしくなってきたね。なんか最近はパワーに偏重してるチーム多いですけど、偏ってるチームがね。いやいや、日本人の良さを生かすためには技術とかもうそういう総力でしょ、小技だと思うんですよ。じゃないと世界一は取れない。パワーの方に行っちゃってるから WBC 世界大会でも日本は近年勝つことがなくなったんじゃない。プレミア12では勝ったけど、あんなものはね、本番ではないんですよ。マイナーリーガーしか参加してないんだから意味がない。まあ、WBC で勝つためにはかつての日本のように小技を生かして勝つ。この栄冠ナインもそうですね。全国を制覇するためには小技が重要になってくる。魔物は小技なのかと言われたらうんってなるけど、でも魔物を使ってる時に小技はめちゃくちゃ対応するからね。おっと、今三塁に投げたらアウト取れそうな感じだったけどね。まあまあ無茶はええわ。ここのシチュエーションも抑えればええんやから、別に1点くらいいいので。まあでも前進守備で防げるのであれば防いでいきたいかな。あら、正面、おーよし。初のピンチもなんだか2つのアウトで、ここで相手ピッチャー平石君、そういや能力見てないんだけど、全然大したことない。そんな君が急に打つとも思えないし、別に打たれたとしてもそこまでのダメージがあるわけでもないから、打つのなら打てよ、打てないのなら早めに終わっとけ。テレビに長く映ろうとすな。はい、帰れ。はい、正面。完璧、文句なし。で、8回も来るよね。誰これ、あー、今日の注目選手、ね、もうラッキーボールも使ってけ。ハイボールヒッターがついた。流し打ちで、うん、何がつこうが流し打ちで、何があれが2つボールがついたとしてもね、関係ない関係ない。やり方は変えない。いつの時代も流し打ち、ひたすら流し打ち、時代の流れに沿ってね。お前も流せばええ。おい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 、そんなバッティング求めてないんだけど、やっちゃったね。まあいいけどね。おーで、2アウトランナー1塁で、この辺今日どうなの。あー、やっぱラッキーボーイ魔物持ってないのかな。ちょっともうなさそうやね。アブレジッターがついたのであればミート対応でお任せで、この辺信頼度マックスやから、ちょっと早送りで見ていきましょう。オーシェイ、なんの、まあ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 感動もないわな。打つべき選手が打っただけ。そして一気に帰ってきてもよかったんだけどな。帰ってこれるよ。一番の諸星の走力は BA あるんだから、今の止まるか。その辺積極走塁持ってるか持ってないかなんだろうね。またアベレジータがついた。じゃあミート対応で、この辺も信頼度は高いから、はいはいはい。抜けないか。まあでも今日勝つために必要な得点はもう取ってるしね。あとは守ることよ。おお、で8回裏ピンチなかったね。残すは9回裏、そこで抑えて勝つだけ。で、このシチュエーションちょっとセーフティーバント仕掛けてみよう。コツンでどうだ。ランナー生き残る形はないが、2塁に進塁で、ここで1年の松野、今日2安打いいね。まあ1年生なんで、さすがにここはピーマンがうまく導いていかないと。まあ言うても流し打ちで脳が死んだかのように、死んでるかのように流し打ちをしていく。間違いじゃない。ただここで三振したら間違いとなるんかな。で、田中の球数はだいぶいってると思うんですけど、ここはもう打席に立たしましょう。やっぱ最後まで田中でいくわ。他のリリーフ陣はね、やっぱ秋の不大会のあのイメージがあるので、動画を見てください。とんでもなく打たれてたんでね、ホームランも。
だからもう田中にこだわっていく。最後の打順の能力見ていこうか。2番から始まる相手米山、ミート能力があるってだけ。まあでも左に強かったりするし、ちょっと天敵かな。その後ろ山根、これも左に強いか。の割には今日打ってないけどね。で4番に入るこの選手は能力も高く結構打っとるわ、田中から。ちょっと嫌な並びではあるんですけど、そこを抑えて勝とう。まずはね、伝令でスタミナを上げる。で、あ、しまった、何今、あ、またスタミナ上げた。もういらないよ、間違ってボタン押しちゃったわ。ノー、もういいや、とりあえず伝令はひとまずこれくらいにして、引っ張りシフトの変化球中心の臭いとこ攻め、あ、ゆっくり見ていこう。第2球投げた。何も起こるはずがないと思ってるこの9回の裏、それは結果として何も起こらんでしょう。はい、オッケー、イエイ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 。1つ、春の甲子園初勝利まであと2つ。イエー、1打席の調子、投手の調子アップ、カラーのカラーの引っ張りで変化球中心で臭いとこでクサクサボールを投げまくれ。相手がドン引く臭さを、臭すぎてもバットもろくに振れん、打席に立ちたくないと、そんな拒否感が生まれてくるくらいのクサクサボールを投げればええ。勝ったね、勝ってる勝ってる。匂いが漂ってるから俺には見えてるわ、茶色いオーラが。このボールを打てる山根じゃない、山根これ打てないよ。引っ張りシフトが段になる、いやそういう問題でもないわ、あそこ打たれたら抜ける。いやいや大丈夫大丈夫、3点差もあるんだからね。この1本が何か後につながるわけでもないし、心配すんな、問題ない。行ってみよう、低め中心、これも頭超えるか。ランナーは1塁3塁、1つ取った流れからのこれか。まだ田中でいきますよ、ここは田中に熱くこだわっていく。ラッキーボーイを使うよね、キレが。あ、ならこれ変化球中心で攻めていく。でゲッツーシフト、別に今いるランナー帰ってもいいんでね。それどころかゲッツーで打ち取って終われればそれが一番いいわ。この変化球が切れてる状況の中、もうストライクゾーンで勝負する必要はないけど、3連打からの点差、2点差、ワンアウトランナー一塁二塁の2点差、一撃が出れば考えたくはないけど終わりなシチュエーションで、ここで弾道2程度のパワー C 程度のやつやから一撃はないでしょう。まだ田中で行こうと思ったんですけど、さすがにちょっとこのピンチは変えた方がいいね。悪い印象はあるけども、ただこの辺対ピンチ B とか持っとるから、信頼度に関しても半分以上あの時と比べて上がってるということを考えたら、秋の区大会でやらかしたことをここでもやらかさないでしょう。大丈夫大丈夫大丈夫、田中に関してはやっぱここで変えて横溝で行く、対ピンチの強さを発揮してくれ。でラッキーボーイも使っておこう、打たれ強さが上がった、あんまり今必要ないと思うけど、まあ、いいや、早く抑えて。うん、ちょっと怖いね、初球から来てる。ファーストストライク狙いまくってるから、お前これが繋がってるってこと。狙って簡単に打てるような打力があるわけじゃないだろ君に。落ちた、4連打、ワンアウトランナー満塁で、まあ、これが甲子園ですね。何が起こるか分かんない、だからこそ必死に抑えていこう。ちょっとねこれ頭を使わないとね、まず前進守備です。さすがにこれ以上の追加点をやるわけねえから、まず1球外せ。スクイズを警戒とかじゃなくて、まず1球外すということが大切。初球打たれまくっとるから、で臭いとこばっか攻めとるけど、それがちょっと逆に悪いから、インコース、ゲツ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 、はい、あー1塁取れない。これで点差1点差で2アウトで1塁3塁で、いや1つ取れば終わりやけど、ただ1打打たれたらお前同点で、場合によっちゃそれが、考えるな、抑えればいいだけの話なんだからね。守備シフトはね、まあ、これはもう定位置かな、変にしけない。そしてここはまずまた1球外せ、作業的な1球外す。これ堀口の能力はどうなの。いやいや大したことない大したことない、臭いとこ、まず初球はね。でもこっから切り替えて、こっからいろいろと使っていくよね。次緩急重視、変化球中心に切り替えて緩急重視で、あかん、ちょっと2ストライク目が欲しいからストライクを取りに行って、いや取りに行かないと3ボール、お前ランナー満塁わかんやろ。打ち取った打ち取った打ち取った、いやーしゃーぶねー、ギリギリの
のところなんとかお前生き延びだけど、やっぱこういう点差で相手が高校である以上は試合後半や9回裏にこういうドラマを起こされかけることっていうのはたびたびあるというか、なんならこの先ずっとあることだと思うんで気をつけないと。この春初めてのピーマン高校の効果です、聞いてください耳を澄ましてね。夏以来の効果ですね。まあいつも通りこの歌ですよ。何にもない、何にも変わり映えがない、我が校らしい、もはや日本の国家レベル言い過ぎだよお前。何が国家、誰が歌んねえ、俺が歌いたくねえや。まずこんな国家起立もしないぞ。でもこの歌もこれから春の甲子園大会勝利を積み重ねていって最大5回くらい歌えるのかな、全部歌った上で夏春連覇して終わる、それですね。まあ夏と同じことをするんですよね。ひたすら変な歌を試合終わりに歌い続ける。ピンチもあればチャンスもあって、いろんな山もあり谷もあるけれども、いきなりちょっとこんな山が来て谷が来てっていうのはびっくりしたけどもね。ただいろんな、うん、そういう状況を乗り越えていって、これからたくさんの勝利を積み重ねて春を制覇して夏春連覇でシリーズを終わらせましょう。今日の試合の振り返りはまあ見たまんまなんでいりませんよ。9回裏にちょっと危なかったですけど、あと一歩のとこ耐え忍ぶことができた。これもまたピーマン高校の過去のちょっとところとは違うんじゃないかな。あそこで許してたよやっぱ過去のピーマン高校は。でもあと言ってもなんとか守れるレベルにできているからこそ、俺たちはもっと強くなって、もっともっとこの快進撃を続けていけるわけなんで、終わらない、終わりじゃない、ここからね。この先の春の甲子園大会もぜひぜひ見ていただけると嬉しいです。今回動画はこれにて終了です。グググッバイ、次回お楽しみに。